はい、どうも、こんにちは、ゆこるです。今回ですね、村子さんがモンスターハンターについてね、つぶやいているんで、話していこうと思います。まずは新キャラクターの、セルレギオスとゴアマガルですね。今回はもうリアルタイムでね、これ撮っているので、ちょっと神々だったらね、ごめんなさい。一発撮りやっていこうと思います。まずはセルレギオスですね。覚醒から、スキルブースト2つ、スキル封印耐性1つ、杖4つに、バイン耐性2つです。超覚醒はまだ一応発表されないかな。公式サイトで後に発表されると思います。で、スキルはあれだね。セルレギオス5ターン内で1コンボ加算される。うん。で、リーダースキルが光属性の HP と攻撃力が2倍、7コンボ以上で攻撃力が5倍、ドロップを消した時攻撃力かける50倍の追い打ち。はいはいはい。なるほど。星6だね。まず星6ってことで、まあ、入射難易度は低めか。あ、まあ、あれか。星7に比べたら入射しやすいよね。で、7コンボで5倍で50倍の追い打ち持っていて、まあ、光属性の攻撃力が2倍と。ワンチャンアメンと組み合わせたら強い説結構あるよね。ワンチャンアメンと組み合わせれるかなって感じ。周回パーティーで使える可能性は全然あると思います。そして、武器。はぁ、なるほど。これまあまあ強いね。操作負荷耐性。操作負荷耐性武器と、自動回復3つに攻撃強化が。これパーティーによったらすげえいい武器だね、これ。操作負荷耐性埋めれるかつ、自動回復3つつけれるのはでかいと思う。っていう武器か。なるほどね。で、スキルはまあ一緒だね。レギオン。なるほどね。そういう武器らしいです。で、ゴアマガラ。ゴアマガラも星6か。なるほど。覚醒がバインド耐性2つ、スキルブースト1つ、スキル封印耐性1つ、指延長1つ、7コンボ強化1つに無効貫通ですね。で、スキル。うん、スキルはやっぱりそうだね。恐竜ブレス。バインド状態と覚醒無効状態を全回復。お邪魔毒、爆弾ドロップ、エムドロップに変化と。で、バインド覚醒全回復。これマジで強いよね。これアシスト武器俺ちょっと今期待してるけど。で、リーダースキル、闇属性の攻撃力と回復力が2倍、ドロップ操作を2分延長、4色以上同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が 7.5 倍。まあまあ軽く出るけど、まあ正直実際使われることはあんまりない説は結構あるよね。多色パーティーは今そこまで強くないから。ただ、これ武器どうなる？うわ、待って、これ、いや、普通に強いやん。回復キラーに、闇ドロキョを2つに攻撃強化が。で、かつ、このバイン状態と覚醒無効状態を全回復っていうスキルだから、オーディンドラゴンとか、まあ、オーディンドラゴンはあれだけど、エイルとかにつけても強そうだよね、普通に。そのスキルの噛み合い方が完璧な上に回復キラーもつけれる。これ普通に強いんじゃないでしょうか。っていう感じの武器ですね、ゴアマガラ武器。そして次ですね、山つかみとアカムトルム。これアカルトルムだと思ってたんだけど、アカムトルムなんですね。はい、覚醒スキル。バインド耐性2つ、スキルブーストプラス1つ、指延長プラス1つ、スキル封印耐性1つ、列強化3つに無効貫通か。はいはいはい。で、スキルは1ターン内で落ち込みしなくなる。全ドロップはきっと光ドロップに変化。まあ、これは前回発表されたよね。で、リーダースキルも前回発表された通り、木と光を同時に6個以上繋げて消すと攻撃力が2倍、2コンボ加算、貴族性の HP が 1.5 倍、攻撃力が6倍。さあ、この武器が気になってたんだ、俺は。実際なんかこれリーダースキル使いづらいから武器どうなるんだろうと思ってたんだけど。なるほど、これは、やばいね、マジで。貴族性の列強化で超噛み合うじゃん。列強化2つにスキルブースト、攻撃強化が。やば。普通にあのさ、なんか、エニシみたいな周回編成で超強そう。スキルブースト武器として使えるんだ。で、スキルも1ターン内で落ち込みしなくなる全ドロップは木と光ドロップに変化だから、普通にスキルブースト武器として強いね。溜まっても強いスキルブースト武器じゃん。やば。やば。普通に強。で、アカムトルム。覚醒スキルがバインド耐性2つ、スキルブースト2つ、スキル封印耐性1つ、指延長2つに7コンボ強化2つ。うん。で、スキルソニックブラスト、ドロップのロック状態を解除、全ドロップを火、木、光、闇ドロップに変化が7ターンですね。まあ、これも前回発表された通り。リーダースキル。控えみを6個以上繋げて消すダメージを軽減、攻撃力が4倍、4色以上同時攻撃で攻撃力が4倍、1コンボ加算。やっぱあれだね。256倍の前回と一緒だね。発表された通り。武器。これは、強っ！は？めちゃくちゃ強いじゃん、これ。やば！チーム HP 強化、チーム回復強化。で、暗闇耐性3つで攻撃強化。超強いじゃん。まあ、スキルがちょっと溜まりやすいのが難点。逆に溜まってもいいキャラならいいとして、スキルターンがまあ、多分最短でも12ターンとかだよね。だからそこが難点だけど、暗闇耐性3つにこれはやばいな。普通に強くね。はい、そして次。黒竜ミラボレアス来ましたね。バインド耐性2つにスキルブーストプラス、スキル封印耐性。やっぱ無効貫通2つに、L 字式攻撃3個だね。まあ、これどうなんだろう。スキルがドロップの6状態を解除。L 字型に闇ドロップを2つ生成。リーダースキルは闇属性の HP が2倍、攻撃力が5倍。ドロップ操作を2秒延長。闇の極意 L 字消しで受けるダメージを軽減、攻撃力が3倍と。まあ、225倍プラス、軽減もあって HP も4倍。ドロップ操作も4秒延長っていうね、マジで強いキャラなんだけど、
覚醒もやっぱり無効貫通2つに L 字3個だよね。強いに決まってるよね、そりゃ。それはどう考えても強いやろっていうね。まあ、これは実装されてどんぐらい使えるか楽しみですね。クルーリー僕も2体買ったんでね、実装を楽しみになっていると思います。てか攻撃力高っ !4000 か。プラスと限界突破なしで4000だから、多分一番高くなるんじゃないかな、パズドラで。4495プラス限界突破があるってことだから、とんでもなく攻撃力高いね。やば。そして、ミラブレイド。あー、それは本当に強いわ。あ、それはね、本当に強いわ。いや、マジで強い。やばいわ。いや、やばいね、この武器。え、人権じゃん、こんなん、マジで。え、人権じゃん、これ。L 字消し攻撃で、あのさ、わかる、ロック目覚めとか消せる上に、毒耐性2つに、お邪魔耐性2つでしょ。いや、超強いわ、それは。いや、ま、さすがに、毒と暗闇だったらチートだったから、まあ、お邪魔なだけまだマシだね。環境は壊れてないわ。ただ、マジで強いね。もう必須じゃん、こんな。で、攻撃強化と。L 字消しつけると毒耐性とお邪魔耐性2個ずつでしょ。化け物だね、この武器。で、スキルはドロップのロック状態を解除で L 字型に闇ドロップを2つ生成は変わんないけど、超強いね。この武器マジでエグいわ。これ完全に人権武器だね。超強いと思います。っていう武器がミラブレイドですね。いや、ミラボレアスが強い上にミラボレアスを使わなくなったら、ミラブレイド武器にしてほぼ人権武器にできる。なんだこのぶっ壊れ。はい、そして、ハンターを押すとハンターメスに追加される新たな究極進化。ハンター、やべ、ごめんなさい、読めない。ちょっとなかったことにして、バレないように、あれしておきます。はい、まず、ハンターメスの方からですね。スキルブースト、指延長、HP50% 以下強化2つ、マルチブースト、ドラゴンキラーですね。あ、出た、これか、スキル、HP が 50% 減るが、敵全体に攻撃力かける150倍の非属性攻撃、1ターン内でヒロップが落ちやすくなる。これ紹介されてたよね。チームのサーブをモンスターハンターコラボキャラのみで組むと HP と攻撃力が2倍、HP50 倍以下で攻撃力が6倍と。なるほど。これ紹介されたやつですね。で、こっち。あ、こっちも紹介されたね。貴族性強化2つ、スキル封印耐性1つ、スキルブースト1つ、枝豆ドロップ1つ、マルチブースト1つにドラゴンキラー。マルチブーストやっぱ持つよね、モンスターハンターのハンター装備って。で、スキル最上段横1列をヒドロップに、下から2列目、横1列を、キドロップに変化と。まあ、このスキルがマジで強そう。このスキルがめっちゃ使えそうだよね。で、リーダースキル、ヒカキを6個以上繋げて消すとダメージを軽減、攻撃力が 3.5 倍、マルチプレイ時に HP が 1.5 倍、攻撃力が3倍と。10.5 倍か。はいはいはい。HP 倍率あってダメージ軽減もあるけど、ちょっと火力低いしな。リーダースキルの発動条件めんどくさいからなんか使えなさそう、実際は。でもスキルめっちゃ輝きそうだよね。やっぱこれそうだよね。バルキリーシェルだよね。だよね。いや、そうだと思った。バルキリーシェル装備。あ、モンスター交換所なんだ。なるほどね。まず、バルキリーシェル装備。ほうほうほう。スキルブースト1つ、スキル封印耐性1つ、指延長1つ、毒耐性3つに、7コンボ強化2つ、ドラゴンキラー1つと。なるほど。で、スキル。回復ドロップを光ドロップに変化。覚醒無効状態を5ターン回復。これスキル普通に強いよね。で、リーダースキル。回復タイプの攻撃力と回復力が 2.5 倍。4コンボ以上で攻撃力が上昇最大5倍と。火力自体はバルキリーシェルより高いけど、HP 倍率が、回復倍率になっちゃったのか。いや、回復タイプで回復倍率いらないしなー。これまあ、さすがに HP 倍率だったらぶっ壊れだったから仕方ないとはいえども、まあまあまあ、でも無課金キャラだからね。うん。バルキリーシェル一応課金キャラだからしゃあないけど。まあまあ、回復倍率か。でもまあ、火力自体は出るしね、状況によっては HP 倍率いらない場面だったらね、普通にバルキリーシールの代用として使えるよね。うん、間違いない。まあ、キラーがちょっとなくなってるけど、まあ、普通に代用として使えると思うので、まあ、ぜひバルキリーシール並みの方は必ず取っておきたいキャラではありますね。そして、ゼウスギガ装備。スキルブースト2つ、指延長1つ、お邪魔耐性3つ、進化用キラー、悪魔キラー、ドラゴンキラー、めっちゃ変なやつばっかじゃん。敵の HP、スキル、敵の HP が 35% 減少。1ターン内で属性吸収を無効化する。ただこのスキルだな。これ継承できんのかな？継承できたらマジ強そう。リーダースキル。HP 満タン時、攻撃力が 7.5 倍。2コンボ以上で攻撃力が2倍。いや、それは、ちょっと惜しい感じがあるな。ただこれ属性のあれはないから、いや、それ、2コンボか、ランダンでワンチャンあるか、ないかぐらいだね。2コンボ加算が邪魔になってる説はあるよね。ドロップを消した時、回復力かける10倍の HP を回復と。惜しいね、めちゃくちゃ。まあまあ、そりゃそうか。そうか。まあ、2コンボだよな。だって1コンボで15倍出たら、ゼウスギガいらなくなっちゃうもんね。なんか惜しいな。めっちゃ惜しいな。ランダンでゼウスギガの代用として、まあ、スキルがあれか。スキルがめんどくさいとは言えども。めっちゃ惜しい感じではあるよね。まあ、ゼウスバースは、あまりそこまで使う必要はなくなったか。いや。な、ゼウスバースも強いか。まあ、なんかどちらかといえばゼウスギガっていうかゼウスバース寄りの感じではあるよね。なんか
まあ、お邪魔耐性3つでって感じか。まあ、そうだね。2コンボ必要だけど225倍出るのは強いと思う。てか、これ普通にさ、1回ランダムとか置いといて強くね。これ1回ランダムとか置いといてさ、2コンボ225倍出るって、これ初心者からしたら取れたらめっちゃ強くね。まあ、最初取るのめんどくさいけどさ、取れたら普通にやばいよね、これ。普通に良さそう。っていう感じかな。はい。まずはね、第一波としてね、こんな感じで新キャラの情報発表させてもらいました。多分ここからね、強化とかの情報も発表されると思うんですけど、それ以降はね、パート2とかでね、上げていこうと思いますんで、とりあえずよろしければね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。超覚醒等はね、後で発表されると思うので、後の動画で解説したいと思います。そちらもよかったらご視聴ください。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。やべ、忙しい方向け忘れてた。忙しい方向けに話していこうと思います。まあ、これに関しては実際そんな使わないけど、なんか、アメンと組み合わせたら追い打ち持ってて強そうっていうリーダースキルだよね。7コンボ以上で攻撃力が5倍。で、攻撃力かける50倍の追い打ち。引き換える属性の攻撃力が2倍って感じ。アメンと組み合わせたら強そう。で、レギオンですね。これに関してはテープ耐性プラス自動回復3つだから、パーティーによってはすごい強そうだよね。で、ゴアマガラ。これに関してはスキルが強い。スキルが強い上に、武器もね、回復キラーに泥鏡2つっていうね。やっぱあの城モンハンコラボは武器が強いので、回復キラーに泥鏡2つで、バインド状態と覚醒無効状態全回復っていうぶっ壊れ武器だよね。そして山掴みですね。これに関してはこっちは実際そんな使わないけど、これですね。こっちの武器が、列強化2つにスキルブーストと、貴族性の列パー、エニシパーティーとかに置いてすげえ強そうだよね。スキルブースト持ちで、かつ貴族性強化も2つ持ってる。強そう。で、アカムトルム。これも実際そこまで使わないと思うんだけど、この武器が、チーム HP 強化、チーム回復強化、暗闇耐性3つっていうバケモン武器だね。超強い。暗闇耐性3つがマジやばみ。マジやばい。そしてミラボレアス。まあね、前々から強いって言われてるこのキャラ。まず攻撃力めちゃくちゃ高いですね。攻撃力すげえ高いんで期待してますが、こちら。なんとリーダーとしてね、使えなくなったとしたら武器として使えます。L 字攻撃、毒耐性2つ、お邪魔耐性2つ、間違いなく人権武器です。ありえないぐらい強いです。L 字も、できて、お邪魔耐性もできて、暗闇耐、あ、間違えた。お邪魔耐性もできて、毒耐性もできる。バケモン武器だよね。超強いと思います。まあ、スキルターンが短いのが少しだけ難点かな。で、この新ハンター装備ですね。まあ、これに関しては見たかったら一時停止してください。はい、こっちもこんな感じですね。こっちスキル地味に強そうなんだよね。最上段横一列をヒドロップに、下から2段目横一列をヒドロップに、これもあんま強そう。で、ラスト、ゼウス、バルキリーシェルとゼウスギガですね。バルキリーシェルに関しては、まあ、リーダースキルが少しバルキリーシェルに似てるかなって感じ。うん。まあ、でも、バルキリーシェル持ってたら、ま、バルキリーシェルで正直いいよねってところもある。毒耐性3つがまあまあいいかな。ゼウスギガ装備、ちょっと惜しかったね、これ。スキルがまず敵の HP が 35% 減少、1ターン内で毒性吸収を無効化するだから、まあ、キャラによってはアシストできたら強そうだよね。で、リーダースキル、HP1 ターン時攻撃力が 7.5 倍、2コンボ以上で攻撃力が2倍、ドロップを消した時回復力かける10倍の HP を回復、シレット15倍出るから強いんだけど、まあ、2コンボ必要だからね、ランダムとかで使えないかなっていう感じではあるよね。どちらかといえばゼウスバース寄りのキャラって感じはしました。はい、ということで今回忙しい方向けに話してみました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。他のキャラについてはね、次のパートから解説していこうと思います。ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。